MLB 大谷翔平の英語はグッドだ。相棒が明かす語学力と日本への思い、文化を見たい。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。大谷が先発したほとんどの試合でマスクをかぶったスタッシーが明かしたエンゼルスの大谷翔平投手を支える相棒として、今季先発したほとんどの試合でマスクをかぶったマックススタッシー保守が、 ワールドベースボールクラシック WBC での来日を心待ちにしている。今季を総括した会見で、大谷とのコミュニケーションについて、商平の英語はグッドだ。僕も日本語を上手くならないと、笑いなどと、日本への思いを語っていた。会見では、今季から投手に信号を送る電子機器、ピッチコムを使って、大谷とのサイン交換を行っていたことに質問が及んだ。問題なかったよ。 ピッチコムの有無にかかわらず良かったと思う。一平、水原通訳が素晴らしかった。一平が助けてくれたんだ。僕たちはコミュニケーションをとっている。小平の英語はグッドだと、名コンビぶりを明かした。さらに、僕も日本語を上手くならないと、笑洗い。まだまだやらないといけないことがあるのは僕の方だね。もっと勉強するよと、意欲。えっと、こんにちは。 あとは、まだまだなんだよ、と笑顔を見せた。来日についても、ぜひ行きたいよ。数年前に翔平と一平に行ったんだ、と話が弾んだ。来年3月に開催される WBC には、同僚のデビット・フレッチャー内野手と共にイタリア代表で出場予定だ。1次ラウンドは台湾で行われるプール A に入り、勝ち上がれば東京ドームでの2次ラウンドに進出する。 何よりもそこに行きたいね。文化を見たいし、友達もいるんだ。行けたら最高だねと、早くも闘志を燃やしているフルカウント編集部、翔平、見てるか。大谷翔平の元同僚、マーシュが移籍先で躍動。先生スリーランで豪快ガッツポーズ。アフリカ。翔平、見てるか。そんなメッセージも聞こえてきそうな大活躍だ。今期 レギュラーシーズン途中にトレードでフィリーズに移籍したマーシュが2回に先制のスリーランを放つなどでチームの勝利に貢献したエンゼルス時代には大谷翔平投手と仲良しで球場内でも球場外でも行動を共にすることも多かったがトレードで離れた後は東大二刀流で大活躍した大谷に対してマーシュはワールドチャンピオンを目指して戦うフィリーズの中でも存在感を示しているチームの本拠地フィラデルフィアで 豪快なホームランを放ったマーシュがダイヤモンドを一周しながら喜びを爆発させた。9番センターでスタメン出場を果たすと、2回一死一。3塁のチャンスからライト越えに完璧な先制スリーラン。約4万6千人も集まったファンを熱狂の渦へと巻き込んだ。エンゼルス時代はパンチ力のある打撃と、スピード感にあふれる守備でファンを沸かせ、将来のエンゼルスを担う若手選手と期待されていたが、 今季途中にまさかのトレード。この試合の先発だったシンダーガードともにフィリーズに移籍した。ただ、大谷と過ごした貴重な時間を財産に、移籍後も3割近い打率を残した大谷とマーシュの絡みはエンゼルスファンにとっても嬉しいシーンの連続だったが、別のチームになっても二人の輝きは変わらない。次に二人がグラウンドで再会するのはどんな大舞台だろうか。アベマ スポーツチャンネル、ソフトバンク、風間玉田。大気の片鱗を見せた、34球地下の FA 講師名言受け先発枠、狙う、3軍練習試合。ソフトバンク沖デーたコンピューター教育学院。16日、玉タ地区後、時代のエースは俺だ。ソフトバンクの21年、ドラフト1位、風間球打投手。19が、16日、沖デーたコンピューター教育学院との3軍練習試合。 タマスタ地区語でプロ2度目の実戦登板に臨み、2回2安打1失点。直球の最速は151キロを計測。前日15日に地下広大投手29が海外フリーエージェント FA 県の講師を明言したことを受け、先発陣の枠を狙っていきたいと意欲を示した未来のエース候補が成長曲線を描き始めた。風間がプロ2度目の実戦マウンドに上がり、 150キロ台を4度も計測。2試合目ということで、体のキレも少しずつ良くなってきました。2回1試からは8、9番打者をフォークと直球で連続三振に仕留めた。最速は151キロ。初回に1点を失ったが、2回2安打1失点、プロ入り後最多の34球を投じた。初回の入りがまだまだ悪い。先発でやっていくには、 初回からしっかりと試合を作れるようなピッチングをするのが大事。反省も忘れなかった21年ドラフト1位で入団した最速157キロ右腕。まだ19歳とはいえ、期待は大きい。前日15日、エース地下が今オフの海外 FA 圏の講師を明言した。一夜明け、大気の片鱗を見せた風間は迷いなく言う。 来年からは自分も一軍の舞台でチームの一員としてプレーしたい。地下が遺跡となれば先発ローテーションに飽きが生まれる。もちろんその枠を狙っていきたいと思っています。と言い切った。まずは11月に行われる周期キャンプがアピールの場になる。一年目の本期は右肘の張りで出遅れたが体力面や一年間プレーできる体づくり。早く一軍に上がれるように。 キャンプでしっかり自分を追い込んでやりたい。10月24日からは韓国、釜山近郊でロッテ、サムソン、ハンファの3球団と3試合の海外遠征に同行。本格的に実践経験を積む。やっぱり支配下ですし、A 組1軍に行きたいと来春の宮崎キャンプも見据えた。1月の新人合同自主トレでは地下にお化けフォークを教わった。最近は変化球の感覚が悪い。 これからどんどん投げながら確かめていきたいです。王会長も惚れ込んだ金の卵がエース街道を歩く。ただ松剣、風間玉田、風間九太。2003年、平15、10月11日生まれ、山梨県甲州市出身。奥の多少一都市児に野球を始め、同三年時から投手に転校。演算中時代は薄いボーイズでプレー ノースアジア大名桜では1年春からベンチ入り3年夏の秋田大会準々決勝秋田戦で最速157キロをマークした同年の甲子園は2回戦敗退家族は両親長男久道旧道さん次男久星久星さん四男玉四郎久四郎さん背番号1 1 8 4センチ8 3キロ。 右投げ、左打ち。今期推定年俸は1100万円。ソフトバンク、風間の歩み、21年10月9日。王貞治球団会長が風間のドラフト1位、指名を明言。素晴らしい素質を持った強し速球将来的にはエースになってくれると絶賛した。同11日のドラフト会議は1位でソフトバンク入り、21年10月12日。仮契約で、 300勝160キロと2大目標を宣言。仮契約は契約金1億円、プラス出来高払い5000万円、年俸1100万円で合意した。金額は推定22年1月25日。新人合同自主トレ中に地下のキャッチボール、ブルペン投球を見学。食堂で地下に挨拶を交わし、一回り体がでかい。馬の体のよう。 僕はまだ子猫ちゃんとプロ意識を高めた22年2月4日二軍本拠地魂田畜後の飼育みキャンプ初の休日に筑後市の小猪木神社を参拝おみくじで大吉を引き当てて大谷翔平選手に会ってみたいと願った22年3月16日筑後でプロ入り後初のブルペン投球中田健一三軍投手コーチから 168キロを出すぞと指令を受けた22年4月3日初のシート打撃に登板最速は149キロを計測打撃投手ながら育成選手の船越、早、桑原は打球が前に飛ぶことなく終わったその後5月上旬に右肘の張りを訴えてリハビリ組に合流22年9月27日右肘の張りから復帰し 4月以来5ヶ月ぶりに打撃投手を務めた。打者2人に直球のみを30球22年10月7日。三軍戦でプロ初実戦。1回1安打無失点。1奪三振で最速は150キロを計測した。若田部三軍投手コーチは最高のスタートと、 デビュー当番を絶賛したご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。